平成29年12月3日、第13回阿蘇市民地域対抗駅伝大会が行われ、宮地 A チームが1時間13分2秒で5回目の優勝を果たしました。午前9時からスタート地点の阿蘇市役所駐車場で開会式が行われ、大会会長の佐藤阿蘇市長が参加選手を激励した後、選手を代表して碧水チームの山崎豪雄選手が力強く選手宣誓を行いました。そして午前10時、ピストルの合図で参加17チームの選手が一斉にスタートしました。この阿蘇市民地域対抗駅伝大会は、健康で明るいスポーツライフを目指して市民の親睦を図ろうと、阿蘇市などの主催で開催されているものです。コースは市役所前をスタート・ゴールとし、全12区間 20.99 キロのコースで行われ、選手たちは沿道の声援を受けながら力走していました。その結果、1位は宮地 A チームで、タイムは1時間13分2秒。2位は内巻 A チーム、3位は阿蘇西 A チームでした。閉会式では、1位のチームには賞状と優勝杯が、2位と3位のチームには賞状と盾が贈られました。また、区間賞や最優秀選手賞、関東賞の表彰も行われ、参加者全員で万歳三唱をして大会を締めくくりました。